続いてのお便りです。ウニのクラスプラットフォーム化の予定はありますか？今んとこね、ないんですけど、確かに需要はあるのは理解はしている。果たしてできるんだろうか、これ。どういう部分が障害になってくるのかなって、そろそろ一回真面目に検討した方がいいような気がしてきたね。これでも、やるってなると、各所に確認しに行かなきゃいけないのかな。例えば PS4 と Steam と Switch ってなると、まあ、とりあえずアンダーナイトでやってるのがそれなんで、なると、まあ、ソニーさんというか SIE さんと、Nintendo さんと、Steam のところ、なんて言うんだっけ、名前忘れてた。まあ、Steam のところに、まず、メールで連絡をして、いや、開発者ページ質問投げればいいのかな、わかんねえ、どうすればいいんだろう。あ、そうそうそう、その会社バルブさんか。あの、やったことないんで、どっからスタートすればいいのかわかんねえな。いや、なんだけど、前も言ったんだけど、この辺って個人情報の取り扱いが多分すごく難しい気がするんで、例えば PSN のネットワークの名前の情報を Nintendo さん の人とマッチングさせるとき、その個人情報って一体中裏人になってるけど、誰がどこに持ってるんだみたいなね、感じになると思うんですが、中間の中継サーバーというか管理するマッチングサーバーが必要だと思うんですけど、そこがとにかく大変なのかな、やっぱり。その維持費もそうだし、そこのマッチングサーバーのセキュリティ的な意味でも、うちみたいな会社じゃ無理なんじゃないのかな。そうですね、ストファイブさんは、ファイティング、あ、なんて言うんでしたっけ、その独自の ID があるじゃないですか。で、あれを管理してるすごいでっかいサーバーが多分あると思うんですけど、コーンさんって昔からそのオンラインのゲームで ID 管理とかそういうのしてるのかな。あ、カプコンファイティングネットワークみたいなやつか、 CFN、 それそれ。まあ、その辺のノウハウがないと難しいのかな。まあ、自社に持ってるってことはないのかな。まあ、どっかのサーバーだとは思うんですが、これはその辺の管理費が回収できないよね。アンダーナイトインバースだと絶対に。売れれば売れるほど赤字になっていく神ゲーの予感がする。はい。まあ、ちょっとここはあれなんじゃないですか。その、全ゲームメーカーじゃない、あのプラットフォームの会社が手を取り合って、相互にマッチングするサービスを作ってくれればいいんじゃないですかね。夢物語を語る男。ああ、そうかそうか、モーコンとかパワーレンもクロスか。パワーレンジャーがクロスなのってなんでだ？あれってどこが作ってるんですかね、パワーレンジャーって。俺、パワーレンジャーって実は持ってないんですよ。あの、買えないんで。おー、クロスプレイ ?That would be nice. Yeah, yeah. It would be nice to create.クロスプラットフォーム。確かにね。できればいい。できればいいんだけど、できない。ちょっと調べる。パワーレンジャー。誰が作ってるのこのゲーム。パワーレンジャーで検索すると、それは戦隊が出てきちゃうんだよな。そうじゃねえんだよな。N-Way。N-Way。ゲームス WWE バトルパローザパワーレンジャーパワーレンジャークロノブレード
結構そういう系のゲームすでにいっぱい作ってるとこなのかな。波動拳、波動拳、タトマック旋風、シンク、波動、あのパワーレンジャーのさ、リュウさんマジでかっこいいんだけど、あの鎖骨でダウンしてる相手をさ鎖骨で浮かせるのマジで好き。そういう技だったんだあれ。バコーンってバウンドして浮くじゃん。すいません、あのパワーレンジャーマジで詳しくないんで謎なんですけど、あのゲームって空中ゲームって存在するの？あのゲームってさ空中ゲームって存在するの？たまにあのコンボムービーしか流れてこないからマジで思うんだけど、リュウさんのコンボさ謎じゃん。昇竜拳、昇竜拳、昇竜拳、ふっはっってやって即答当てて拾って浮かして昇竜拳、昇竜拳って言ったら大昇竜でさ一生浮かせてるのを見るとさ、え、受け身ってないのかみたいに見えるんだけど、多分受け身はさすがにあるんだよね。あるけど、もう無印アンダーナイトバリにバキバキにコンボが入るゲームってイメージなんだけど、あ、バーストがあるのか、なるほどね、そういうことか。なるほどね。まあ、とりあえずクロスプラットフォーム化の予定は今のところないんですけど、ないんですけど、まあちょっとね、ずっと考えないわけにもいかないし、ちょっと考えるだけは考えてみよう。だけどやっぱサーバーの運用だよな、そこがどうにもならんような気がするな。On that makes sense, I guess they could do like KI and only pull player data as separate rank information to be platform specific. ああ、はいはいはい。キラーインスティンクトみたいにプレイヤーデータとかを、なんだろうな。ああ、そうかそうか。その、プレイヤーデータとかの情報は各プラットフォームのやつに持っておいて、そのランク情報というか、その数字情報みたいなやつだけかな、のだけは持ってったりするとか、そういう話なのかな。ちょっと調べてみるか。はい。ちょっとすぐには絶対できない。1年、2年で済む話ではないんですが、まあ、いろいろ考えてみたいと思います。ご質問いただきありがとうございます。ちょっと、あんまりいい話ではなかったんですが。